オープニングいきます。はい、こんばんは。第66回京橋 TV。 イエーイ、やった。やった。今日はね、ちょっと諸事情で藤本さん変なテンションなんですけど。そんなことないよ。全然頑張ってくよ今日もね。はい、今日も1時間お願いします。今日もよろしくお願いいたします。あ、藤本です。はい、亀井美里です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。今日寒いね。ソーシャルもね、もう、うん、あ、そうそう、ちょっと最初にね。うん。しばくぞって、そう、あの、うん、藤本さんが言ったことに対して、うん、別にいいじゃないか、別にしばくぞって、誰に言ってるんや、やぶもとやし、や、闇もと、闇もと、間違えた、いつものってのあれですよ。私に言われました、はい、全然問題ないです。最悪でしょ、冗談ですよ、そんなのね。あ、米様もこんばんは、先週はありがとうございました。先週ありがとうございました。何したの？先週来てくださったじゃないですか。あ、そういうことね。それで、うん、なるほど、ね、こちらこそありがとうございました。小村さん、Ez ネオさん、EZネオさん、これなんて読んだろうね。名曲やのね、オープニングは森本奈々さんのソウルメイトでございます。ね、はい、小村さん、オープニング PV あったんですね。結構今さらちゃいますかね。え、いつも数ヶ月、2ヶ月、1ヶ月は経ったかなと思いますが。そうですね。はい、森本奈々さん、はい、前回ゲストに来ていただいたので、またアーカイブを要チェックしていただけたらなと思います。うん、すごかったね、この選手はね。すごい賑わいましたね。やっぱ可愛い子が来るといっぱい。はいはい、ね、ありがとうございます。PV はこれで終わり？どういうことだ？これ何？ネオ3141。あ、ネオさん、なるほど。なぜかツイッターアカウントで書き込まれてる。じゃあ EZ ネオさんはネオさんだったんですね。あ、そういうことね。コメイちゃん久しぶりって。昨日ぶり。小村さん。黒子さん。黒子さん、ね、ポンタブ TV をいつも見てくださって、見ていらっしゃるので、昨日私がゲストで。ポンタブ TV 出た。そうなのですよ。あら、どうだったんですか？昨日ね、ポンタブ TV 出させていただいて、もうゆるりゆるりと。見た目、あの、見ている以上に、現場の方が緩かったっていう。ポンタブ TV ってまずどういった番組なんですか？ポンタブ TV は、うん、ポンタブというフリーペーパー、ご存知ですか？うん、日本橋の情報。日本橋のフリーペーパー、なるほど、はいはいはい、を発刊している楠瀬編集長と雑務ちゃんがいろいろ井戸端会議、うん、井戸端会議会議じゃないな、ちょっと世間話。世間話。そういったもの、何が面白いんですね。そういったものをして、うん、なるほどね、をゆるりと配信する番組なんですよ。もう100回以上超えてて、100、あ、そうですか。何回だったかな、100…まあいいや、100何回以上やっておるということですよね。うん、そうなんです。そんなものやってると。あなたはなんでそれで参加したんですか？あの出演させていただいてゲストとして、うん、なんと、うん、175回倍以上ですよ。すごいじゃないですか。うん、はい、あ、もぐもぐしてましたね。そうなんですよ。昨日はそのポンタブ TV さんの視聴者の方がパンを送ってくださってて、うん、パンを送ってくれた。そうなんですよ。それをもぐもぐしながらやっておりました。あ、そうですか。で、結構、うん、あの、見てくださった方、あの、いっぱいいらっしゃったので、ありがとうございました、ね。うん、ネオさんが見た目以上に緩かったら緩みすぎって書いてますけど、そんだけやっぱり緩い番組なんですか？そうですね、基本的にそれ、もう全然、うん、自分の番組より緊張しなかったです。初でしたけど、ポンタブ TV 出たのは。あ、そうなんや。それ どんなこと喋るの？普通に井戸端会議って言うけどさ、もう本当にポンポンポンと思い浮かんだことを、台本ももちろんないですし、これ話すとかも一切なく、うん、で、私はやっぱりレディフォーとユーストリーム大賞のことをちょっと告知させていただきたいっていうことだけを言って、うん、もうゆるりゆるりとな。京橋 TV の全権大使として、全権大使、全権大使として、大使全部の権利を持った大使として言ったでな。はい、うん、そうなんですよ。あ、メルボルンさんもこんばんは、うん、ありがとうございます。ポンタブ TV のチャンネル載せてくださって、 ありがとうございます。初めて、コイス1975さん、こんばんは。あ、
マサと井村さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。コイス1975さん、さっき言ってくださった、うん、コロコラボさん、日本橋チャウド、日本橋屋。そうですよ。どっちもいいんちゃう。日本橋ですよ。どっちもいいんじゃない。日本橋は東京です。あ、違うんだやっぱり。あ、そうですか、失礼いたしました、ね、日本橋。小村さん、藤本さん、今日はラフな格好ですね、髪型が。ありがとうございます。ちょっとバラバラでございます。今日はね、いろいろ体調がね、全不調みたいで。そうなんです。もう胃腸風邪ひきましたね。ねえ、もう極力私はここに壁を張りたいぐらいなんですけど。いや大丈夫、映らないから、うん、あ、大丈夫なんですけどね、うん、やだやだ、本当に。いや、もうだからもうさ、しんどすぎてさ、もうどうしていいか分かんないじゃん、うんうん、出先で、ね、だって顔がもうなんか全体的にげっそりしてますもん。あ、本当ありがとう、うん、本当。だからね、もうさっきまで、あの今でいうファッションホテルですね。えって、それさっきからずっと言ってるんですよ。ラブホテルにね、あの一人で泊まってますね。いやいや、もう、いや、そういう休憩の仕方があるよと。いや、チャペルクリスマスって知ってる？楽しかったですか？うん、そこ行って、じゃあすっごいクリスマス感満点やねんけど、こっちはすっごい。そうなんですね。知らない？チャペルクリスマス。名前、あの梅田の。そう、サンタさんとかめっちゃ出てくる。へー。それそこでライトつけたらなんかミラーボールとか回んねん。へー。そこに一人泊まってやな、もうしんどかったわ、ほんまに。あ、いやらしい。あ、先週のアーカイブを見ましたが、藤本さんの番組回し方うまかったですね。やったぜ、もうね。うわ、初めてちゃう、こんだけもう褒められたの嬉しいわ。嬉しいですね。あ、ネオさん。え、ノロ。ノロじゃないんです。ノロの優しいバージョンね。やだやだ、そんなん出てます。亀井ちゃんと藤本さんの間にこれからついたて立てる。なんでそんなことすんのよ。 いらないでしょ、 円滑なコミュニケーションができないでしょ、本当にもうね。言ってますけども、誰かに似てますよ。頑張っていきましょう。なんか他に何かありましたか？他に、うん、じゃあ、いやでもやっぱり日本橋は雰囲気あるなって思いました。京橋に負けないぐらいの。どういう雰囲気があるんですか？独特なんかね、うん、やたらと防犯カメラ売ってるお店が多いんですよ。それって防犯カメラ売ってます。いい意味のそのなんか雰囲気なのか。やっぱ天気の街、うん、コスプレの街っていうのは、うんうん、なるほどな、ね、定番というか有名ですけども。うん、そうだね。なんかね、なぜか防犯カメラすごい売ってて、防犯カメラってあんまり買えないイメージだったんですよ、私は。買えないイメージ。あの、一般人は買うことができない。購入方法がわからないというか。うん、あ、ここなんやと。うん、でね、いいじゃん、買えばいいじゃん、自分の家に。いや、いらないですよ、何を防犯するの。ガス代も払えないけど、防犯カメラ買いますみたいな。だって払いましたから。はい、チャペル、ネオさん、チャペルクリスマスで一人滑り台。いや、滑り台のあるオプションの部屋には入んなかったんですよ。めっちゃ詳しいじゃないですか、うん、ネオさんも。ね、え、滑り台なんかあるんですか？あるあるある。俺の友達あれだもん、チャペルクリスマスってカードがあるのよ、うん、ポイントカード、カードみたいな、うん、貯めて自転車買ってもらってたもん。チャペルクリスマスのポイントカード貯めまくって、一番上の折りたたみ自転車。めっちゃ言ってるやん、その人。どんな友達ですか？クロコロバさん、どっちでもいいことないから書いてるんやって。なんでそんなこと言うんや、本当に。あ、日本橋のことですね。そりゃそうです。だって京橋のこと京橋とか言われたら腹立ちません？腹立つっていうか、そのちょっと直してよってなるじゃないですか。俺さ、ずっと梅田の子、僕こっちの人間じゃないんで。静岡ね。あ、違う、間違えた。なんで静岡なの？間違えた、千葉。千葉県の浦安ね、来たんですけど、ずっと梅田のことを梅田って言ってた。それぐらいだったらまだ許せますか？じゃあなんかね、俺あの気になるのがさ、あの普通に御堂筋線の英語のさ、表記、表記ってかアナウンスあるやん、うんうん、その時には NEXT STATION IS 梅田って言うねん。 あれはやっぱ外人用やから、外国人の人って絶対真ん中のところを半を上げるじゃないですか。梅田ジョージとか梅田とか。いや、それ梅田やで、あれ梅田は一番トップやで。梅田なんですね。うん、天王寺は分かるよ、天王寺はなんかそれ。天王寺も結構神戸の子、うん、人とかやったら、うん、天王寺ってよう言ってました。天王寺はおかしいわ。天王寺って、天王寺、天王寺行こうやって言って、なんかそれ嫌やな。天王寺やろみたいな。天王寺は行きたくないな。まあ、私も大阪の人間じゃないけども、うん、はい、はい、そういうわけでございまして。あ、おたこ富士さん、あ、ありがとうございます。お久しぶりです。谷さんも利用経験があった笑あ、黒子さんね、お屋敷行こうぜ。そう、なんかね、お屋敷っていうお店があるみたいで。あ、はい、そんな店があるんですか、うん、日本橋に。あ、そうでね、日本橋に、うん、紅生姜の天ぷらがあるらし、有名らしくて、黒門市場ってあるの分かります？ありますよ、はいはい。になんか売ってる、うん、日清堂っていう。日清堂ってとこがあって、そこの紅生姜、そうなんです、ね、何が違うんですか、普通 の、あの紅生姜の天ぷらと。そうなんですよ、だからなんかね、全然違う。県民賞とかにも、うん、あの取り上げられるぐらいご当地グルメというか。あ、そうなので、今度差し入れ持ってきてくれると編集長が約束してくださったので、あ、楽しみに。そうですか、なるほど、じゃあね、それを試しにしましょう、はい。小村さん、亀井ちゃん、うん、自分に防犯カメラをつけたら誘われませんよ、かっこいい男性にもいいの。どういうことですか、これは。いや、だから、あの、そういう、そんくらいの、うん、どうやら分かんない。だから、どうやら自分にも自分、うん、
防犯カメラつけちゃうと、その一緒におる男性も防犯というか公開されるから行きたがらない。だってそんな、だって部屋の中にはつけないでしょ。どういうことかわかんない。まあいいや、とりあえずまあそういうわけでございまして、僕ね、実は先週ですね、はい、石垣島に行きまして、沖縄の、はい、沖縄の石垣島に来まして、おデートですか。いや、一人で寂しかった。すごい、一人で何するんですか。いや、石垣島海を見に行ったね。海を見に、よ、こんな冬に、こんな、いや、あったかいんだって言ったけど、半袖ですか。半袖短パンで行ったら、俺それ一人だけだった。みんなコート着てやがる。調べていきましょう、そこは。あー、でもね、だって安いんだ今。スカイマークで行ったら神戸石垣島間5800円だよ。そう、安いでしょ。四国買えるの4600円ですよ。うーわ、めっちゃ、俺この間さ、梅田でサイゼリアでさ、もうベロベロに酔っ払っちゃって終電逃したわけ、うん、そっからタクシーで帰ったら6400円かかったっちゅうね。飛行機代のが安いんだよ、すごくない。じゃあ実際それで行ったってことですか。まあ時期にもよりますよね。そうね今の換算時期やから、4月以降はね、7800円。5800円。夏も7800円。2ヶ月前に、でも夏でも7800円。2ヶ月前に予約したからね。だからそれ言ったら安いよ。1ヶ月前、うん、そう、小村さん、場違い。え、どういうこと。俺、俺だけ、ごめんなさい。あ、藤本さん大阪人じゃないの。そうなんですよ、僕ね、千葉県の浦安市なんです。あのディズニーランド、ディズニーランドすぐそばで。でも成人式はね、ディズニーランドには行かず、うん、そう、ミッキーの声聞こえるんだよ。ミッキーの声は。どんな感じですか。ミッキーだよって言うやん。ミッキーだよってこう上がって下がるでしょ、うん、高いところだけ遠くに飛ぶんですよ。ミーだけ、ミッ、おっ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 、行くんですよ。あ、ちょっと似てる、それ。それちょっと面白いですね。ミッキーだってこう、ポッてとこだけ聞こえるんですね。そういうところに通話してました。だからね、いいですよ、でも石垣島。そう、これを言わないと、あのファンタブ TV さんで、うん、今参加してるね、ユーストリーム大賞投票ぜひお願いしますって言ったら、うん、もうすぐにそのファンタブ TV の視聴者さんが何名か投票してくださって、うん、もし見てたらありがとうございました。その説は昨日のことやけど、一緒に俺を言ってください。俺の石垣島の話どこ行ったよ。だって完全に飛ばされてる。すごいぶった切れ。お？いや、そんなことないよ。そう、楽しかったよって話。もういいです。もういいです。もういいです。やめておきます。はい。で、海行ってどうしたんですか。あ、海行って？あ、いや、もういいです。もういいです。もうめんどくさくなりました。はい。あ、だから風邪ひいたんでしょうって。いや、違うんですよ。多分牡蠣食べたからですね、生牡蠣を。生ガキ食べると完全に食当たりじゃないですか。まあでもそんな感じでしょう。風邪でも何でもね、うん、まあでもそんなもんですよ。ノロウイルスだってカキから来るでしょ。あ、そうなんですか。知らない、うん、はい。千葉といえば袖ヶ浦。いや、行ったことないんですよ。右の方、あのね、あの浦安って西の方じゃないですか。東京までもうすぐなんですよ。すぐ次の駅、舞浜の次の駅が葛西臨海公園だって言ったら、もう東京じゃないですか。ディズニーランド、東京ディズニーランドですもんね。うん、そうだ、千葉なのに。ギリギリ、あれどうなんですか。あれ千葉県民としてはどうなんですか。どっちでもいいんじゃねって思ってる。うんうん、そうなんや。だって成田国際空港だって東京国際空港って言うでしょ。え、成田国際じゃないんですか。いや、成田とも言うんだけど、東京国際空港とも言うんだよね。へー、いや、ディズニーランドでまだ恵方じゃん、うんうんうん、だって一駅行ったら東京だし、うんうん、成田国際、東京国際空港、成田ってどこにあると思ってんの、あんた。かなり東の方よ。全然貸してないじゃんみたいなね。成田は利用したことないかも。正人、井村さん、藤本さん芸人なんですか。そうなんですよね、一応ね、芸能事務所の社長をやってます。そう、ネオさん、石垣島で溺れた。いや、もう泳げないからね。うん、泳げませんからね。泳ぎに行ってたらね。いや、だって、ま、誰も人いないんだぜ。だぜ、うん、小浜島ってとこ行ったの。え、何をしに行ったんですか。本当海を見に行った。本当にだから5800円で、うん、往復で11600円じゃないですか。うんうん、で、あのゲストルームってとこ泊まるんですよ。16000円。5800円かける11600円でしょ。はい、で、それプラスゲストルームってとこ泊まったら、うん、個室でも1泊2000円なんですよ。で、2泊泊まって15600円で全部行けんねんね。それは行くでしょ。うん。うん、3日間帰ったから1人で。寂しかった。何した。え？海以外くださいよ、なんか。いや、もうだからもう寂しすぎて、うん、なんかね、あのね、1月の平日のね、うん、あのこんな土平日のオフシーズンに一人でゲストルームに泊まってるやつなんて大概ダメ人間やからね。本当に。あ、チャンス、あのね、ゲストルーム行ったら、その要はね、みんなで集合スペースみたいなのがあって、あ、そこでみんな集まって、なんか要は酒飲んだりするのユンタクっていうんですよ。行ったらね、なんかもっとなんか可愛い女の子とか来てるかなと思って行った。いるかってなんだよ。そしたら、もう、はぎ散らかしたおっさんが、あの、治験ってしてる。薬の、あの、治験って言って、薬を、要はまだ認可されてない薬を飲んで、人体実験をするね。
そのサンプルをすることによって1日何もしなくてもいいけど1万ぐらいもらったやつね。それをなんか聞いたことある。そうあんねん。それに行ってる行って、1ヶ月間ぐらいそれやって、まあ、50万ぐらいもらったらしくて、それを競馬につぎ込んだら300万に増えたから、石垣島に来てますっていうハゲ散らかしたおっさんがカップラーメンに食べて、なんかもうニヤッと笑ったら歯ないしさ、なんかそんな人とは一緒にいれへんみたいな、うん、そんなまあまあなんとも言えないけど、直接会ってないから。そうですね、まあそんなんがありますから、あ、千葉って言えばピーナッツ、メルボルンさん。いや、千葉でピーナッツあんま食べないけどね。あ、知ってる、あの節分で思い出したんですけど、節分って普通にあなたやりました、節分やりましたっていうのは、豆食べて、豆まきましまし、豆まきしました。さすがに負けなかったですね、負けなかった、一人では。なるほど、あ、不審者ですからね、ただの一人で。あのね、北海道って豆まきするの大豆でやらないんだってね。へえ、何で落花生でやるの。あ、へえ、そうなんですか。落花生でやるから、そう、昨日もね、フォンタブさんで落花生投げるっていう話になって、うん、私はネタだと思ってたんですよ。本当本当、大きすぎますよとか言ってたけど、あ、実際やってるとかあるんですか。やってでも拾ったら食えるらしい、割って食えるよ。あ、そっかそっか。そう、だからめっちゃいいらしい。へえ、はい、すごいな。そうですね、千葉は南北東西かなり広い。そうなんです、広いんですよ。だから浦安はまだ都会です、うん、千葉大きいイメージありますね。だから千葉市なんて行ったことないもんね、ほぼ。うん、行かない、うん、確かなんか千葉市って実際あるんやって今ちょっと思いましたぐらい。コイス1975さん、浦安丸葉ラーメン食べに行った、懐かしい。あ、そう、丸葉ラーメン、今でもあるのかな。有名なラーメン屋さんがあるんですけどね。僕何ラーメン、こってり油、ギトギトの。私こってり好きなんですよ。あのね、あの千葉で言ったら成田家ラーメンっていうのが有名で、海外でも展開してます、美味しいですよ。オタク富士さん、成田空港は新東京国際空港で。そうなんです、それです。へえ、そうなんや、成田言うと。ネオさん、小浜島で黄昏れた。うん、黄昏れましたね、完全に。なんか詳しいですね、ネオさん。牛しかおらんからね。牛、牛しかおらん。へえ、あれは沖縄そば食べたよ。あれ、早期そばや。あのね、あ、沖縄のその早期そばは沖縄本島で食べた方が美味しいわ。へえ、うん、本島で食べました、うん。あ、行ったことあるの。修学旅行で行きました。あ、え、修学旅行、高校の近くの。羨ましいな。沖縄は北海道、中国から選べるんですよ。え、みんなそれぞれ選択して行くの。そうそうそう、だカップルとかはちゃんと打ち合わせしてみたいな。亀井ちゃんってさ、彼したことあるの、高校時代。高校時代、うん、いや、そらそらそれなりにですね。なんやねん、お前隠すなよ、そんなのいちいち。いや、それいります、恥ずかしくなんかあるか、あんなもうね。そんな情報いります。ネオさん、知見は新聞でも募集してます。そうなんですよね、健康な女性、男性しかダメなんで。僕はダメですけど、亀井ちゃんあげますよ。あ、倉山田蘇我さん、あ、ポンタブ TV 昨日見てくださってた人。あ、20年前、会社の慰安旅行で TDL に、うん、行きましたでしょうね。そんなにでしょうね。会社の慰安旅行でディズニーランドってちょっとすごいですね。嫌ですな、なんか賑やかですね、若い。だって上司がさ、なんかミッキーの耳とかつけたらちょっと気持ち悪くない。なんかどうとか言ってもね、うん、あ、うん、うん、ぐらいしか言えない。そんな感じですかね。そう、はい、黒島も牛しかいませんでした。そうなんですよ、へ、牛しかおらんからね、うん、へ、牛ばっか、牛、石垣牛って知らん。知らないです。そんなんあるんですよ。知らない、知らない、知らないかい。はい、というわけでございまして、はい、まあ、こんな感じで近況報告以上でございます。はい、じゃあ、はい、今日はゲストもいらっしゃるということで、コーナーを早速、はい、ちょっとまだゲストはもう少し、うん、もう少しお待ちください。はい、じゃあ今日は、久々に京橋経済新聞から一ネタ紹介しようかなと。こういうのいいよね、やっぱ京橋 TV っていうんだからさ、京橋のニュースをね、はい、紹介してください、お願いします。はい、今日はご紹介するのはちょっと前のネタではあるんですけども、はい、12月の12日にへそという、うん、立ち飲み居酒屋さんがオープンしました。あ、いいですね。写真をどうぞ。はい、お願いします。はい、立ち飲み居酒屋出てるんでしょうか今。へそ、へそ、ね、このへそというお店はですね、なんと、はいはい、東京の新橋、うん、立ち飲み、そう、サラリーマンの飲みの聖地ですよ、うん、大阪の京橋、東京の新橋的な感じですかね。そうなのかしらね。ちゃうかな、新橋って。だからどうですか、千葉県民からすると、うん、いや、だから東京の北新地じゃないの、違うのかな。あ、ちょっと高級な感じですか、うん、いや、そ、高級でもないです、飲み街ですね。まあ、とりあえずサラリーマンの町、うん、新橋が本店にあるお店が、うん、京橋に。なぜに京橋なんでしょう。そう、よくぞ聞いてくれました、嬉しい、うん、なぜに京橋 かというと、うん、やっぱり昔から立ち飲み屋のメッカと言われている京橋でちょっと勝負をしてみたかった。なるほど、あ、自信があるね。なるほど、そう、あの新橋で学んだノウハウをぜひ大阪で勝負したい、うん、でしかも大阪のサラリーマンの街京橋で、うーん、ですごい
あの京橋の駅降りてすぐに立ち飲み街あるの知ってます？いや、あ、あの、ありますありますね、はいはい、あのキャッチのお姉さんとかいっぱい並んでますよね、あそこら辺ね。結構いろんなとこでそれは並んでるんですけど、うん、はいはい、はい、で、もうそこにドンと新店、綺麗な新店が構えられてね、ま、さっきね、なんか立派な建物でしたけど、そうなんです、うん、で、お店の紹介もまた後ほどするんですけど、で、うん、あんな、あの昔からある立ち飲み屋さんがあるところでボンと新店ができました、うん、言ったら、めっちゃ悪く言えば、もうなんで悪く言うの、部外者じゃないけど、あの部外者じゃないけど、あ、なるほどね、ちょっとよそから来た、新参者がね、新参者、大阪のことなんて分かってないやろ、お前みたいなね、で、うん、挨拶をしに行ったんですって、新店の、あ、であのこれからやってやらせてもらうんですよ、なんと皆さんすごい温かかったみたいで、はいはいはい、挨拶に行っても、あの、いいですね、一緒に頑張っていきましょうって言ってくださって、うん、すごい励みになって嬉しかったって笑顔で言ってくださって、その時私もちょっと嬉しくって、あ、うん、いい街やな、やっぱ京橋はと思って、店だけじゃないんですよ、人やってる人もいいんですよ京橋は。なるほどね、うん、いいじゃないですか、そうなんですよ、はい、っていうね感じで、でこの立ち飲み居酒屋さんなんですけど、うん、値段もあの良心的で、なかなか、まあ立ち飲み居酒屋って言ったらやっぱあの立ち飲みですからね、そう、あの回転率が高い分、うんうん、やっぱりお金で値段で還元っていうのが普通ですから、うんうんうん、そうなんですよ、でね、席数が55席あるんですけども、うん、席立つの全部立ちなんです、うん、そう立ちなんですよ、うんうん、で、なんか面白かったのが一人立ちカウンターというか、もう一人だけのこんなこれぐらいの面積、仕切りがあってな、そう、仕切り、仕切りというわけでもない、区切りというか、うん、区切りね、で、一人専用の机と椅子があったりとかして、ちょっと面白かったですね、なるほど、あ、今画像出てますけどね、はい、こんな感じで、あ、そう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 、立ち食い、立ち食いうどん屋さんみたいになってる ね、 なんかね、でね、やっぱ綺麗なお店やから女性も入りやすいっていう、うん、いいじゃないですか、イメージで、あのやっぱり立ち飲み酒屋って私もそうなんですけど、やっぱ入りにくいじゃないですか、若い子は、やっぱ女性は入りにくいですか、特に女性の若い子は、うん、でもその壁をぶち壊したいと、なるほど、ぜひデビューしていただきたいと、女性にも、いいじゃないですか、立ち飲みデビューをと、うん、いうことで店内も綺麗にして、ちょっと入りやすいで、すごいあの外から見えるんですよ、窓があのクリアな窓なので、そりゃそうだろ、でも結構のれんで見えなかったりとかするじゃないですか、ね、でも中がもうバッチリ見えると、そうなんです、うん、見えるようにして、ちょっとどういうお店か分かってもらえるような、はい、なるほど、ちなみにビールとかってやっぱり値段のね基本になると思うんですけど、はい、一杯いくらとか分かりますか、一杯いくら、ね、うん、載ってます、おい、京橋経済新聞を見てください、そっちかい、あ、まあね、はい、そうね、そういうことでございまして、そういうことです、今ね、言ってください、間違えてこうやってやってしまったノートを、ごめん、その業務連絡いらんわ、はい、いや、ちょっと自分で笑ってしまったから、はいはい、はい、ということで、ぜひぜひ、でね、あの串カツがメインなんですけども、串カツ、あの他にもおすすめは韓食一品っていうのと、うん、洋風一品っていう、料理長が、うん、フランスとイタリアの経験を、うわ、すごいじゃないですか、お持ちのシェフが、うん、洋風オリジナル、うん、を作っておりまして、うん、で韓食一品もあのキムチだったりこだわったチヂミだったり、なるほど、そういういろいろ美味しい一品も、ね、はい、ございまして、はい、メニュー一つ一つ丁寧に仕込んでいるので、そうですか、ぜひお試しあれ、はい、ということで今日はそんな感じで、へそを、立ち飲み酒屋、ね、いいじゃないですか、紹介させていただきました、うん、次そういうところでも一回配信やりたいよね、そうですね、確かに、なんかおじさんたちといっぱいワイワイ、うん、なんかワイワイしながらやる配信ってどうですか、ね、うん、なんかおじさんから見る京橋のイメージもちょっと聞いてみたいですね、そうですね確かに下小路さん、確かに女性は立ち飲みとか入りにくそうだし、うん、でもね、やっぱね、女性で立ち飲みとかに行ってる人見るとなんか親しみが湧くというかね、僕ら的に言うとそんな感じですけど、うん、うん、はい、あ、オタク富士さん、本格的な京橋ニュースだね、こういうのをどんどん増やしていきましょうよ、ぜひね、はい、あ、またもネックさん、いいんということで、あ、うまや、こんばんは、はい、メルボルンさん、いわゆる立ち食いフレンチとか東京でメジャーになりつつある系の京橋版ですね、あ、まとめてくれた、俺のフレンチとか俺のイタリアンで行ったことある、名前だけ、なんか心斎橋にね、できたみたい、心斎橋じゃなくて難波だね、道頓堀のところにありますわ、あ、俺の道頓堀ってもう難波なんですか、そこ、え、そうでしょう、へ、ごめんなさい、あ、そうなんですね、ごめん、何その質問まだまだね、そう、なんか私はあの辺うやふやでした感覚、うん、そうですね、あのね、僕ね、新橋とかによく飲みに行くんですよ、仕事上、へ、行くんですけど、今ね、俺のフレンチ、俺のイタリアン、俺の割烹とかね、俺の焼き鳥とかあるからね、へ、あ、もう全部同じ系列なの、同じ系列、あのブックオフの社長がやってるの、そうなんですか、知らない、ブックオフの社長がそういうの好きなんだよ、だからもうブックオフの社長って並んでるところに絶対並ぶねん、でなんでこんな流行ってるか見に行くねんって、で、ね、その要は立ち飲みにしたら、うんうん、要はか、疲れるからね、うんうん、回転率が上がるんですよ、だからその分原価を、うん、
まあ、要はあの上げて、まあ、利益をちょっと薄くしていっぱい回転率上げて儲けようと、そういうところなんですね。はい、そういうところでございます。はい、京橋に行くたびに新しいお店が目立ちますね、ヨネシャン。ヨネシャンもだいぶ京橋 TV で京橋来てくださってるので、うん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 、ね、いっぱいいろんなとこが知って行かれてるんではないでしょうか。ぜひね、こういうの増やしてくださいよ。下小路さん、道頓堀は難波と心斎橋の中間です。ってことは別に、まあ、あながち心斎橋でも間違ってないのでは。いや、違うんじゃない。でもね、まあ、あの大学1回生の時、その大阪来たての時に、うん、友達とじゃあ心斎橋集合でって言われて、うん、もう私完全にあの道頓堀の橋が心斎橋っていう橋やと思ってて、そこでずっと待ってたんですよ。でも分かるわ、あれ恵比寿橋っていうのな、うん。あ、え、道頓堀の橋じゃないですか。あれは恵比寿橋や。あ、そうなんですか。え、知らないの。え、あの、あれでしょ、あのキャッチひどいとか、それこそあの H&M とかある、うん、そう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 。あ、恵比寿橋の恵比寿橋って言わん、知らなかったの。なんで調べようと思って。道頓堀、道頓堀、うん、なんかまあいいや、うん、とにかくね。え、で結局心斎橋っていう橋見たことない。それどこにあるの、あれ。あるんですか。まあ、それで連絡したらね、結局駅だったっていう話なんですけども、うん、ね、はい、トンボリ、あ、そう、トンボリ、トンボリ、トンボリって言いますよ、あの橋、トンボリって。ん、そうなの。そう、で、その時に言われたのが、うん、心斎橋って言ったら地下鉄の心斎橋駅で、で、道頓堀の橋で集合する時はトンボリって言うんやでって、同じ愛媛県民なのに、なんかそいつの方が知識あって、なんやねん、お前みたいな。オタク富士山、以前南の定義で特集を組んだことがあります。あ、そうなんですか。ぜひちょっと定義を教えてください。南の定義、どういうことやろ、うん。南って言いますよね、時々ね。あ、南って言いますね。うん、どこから南って言うの。行くときは南って言います。梅田は北って言うでしょ。北です。京橋なんて言うの。東。でも、梅田と京橋は普通に梅田京橋って言いますけど、うん、なんか難波、心斎橋、南線、あ、じゃあ千葉とか堀江とか行ったときは南に行ったって言います。うん、なんとなく。に西はどこなんですか。じゃあどこ中心に東とか西とか勝手に決めてんの。感覚でしょうね。感覚です。まあ、もう感覚ですよね。はい、まあ、それでは。引っ掛け橋ね。うん、そう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 。心斎橋は埋め立てられました。あ、そうなんだ。引っ掛け橋ね。引っ掛け、なんてなんて。いや、ごめん、それ俺今心斎橋なんですよ。心斎橋埋め立てられたらしい。あ、そうなんですか。へえ、うん。そうなんですか。まあ、そんな話はいいとしましょう。はい。はい、他なんかありますか。経済新聞ニュース。経済新聞は今日はとりあえず。以上ですか。一記事にしてゲストをもうね。あ、そうですね。せっかくですから。はい。はい、お呼びしようかなと。ちょっと椅子ちょっと用意しまして、あの、ね、ちょっとやりましょう。せっかくですからね。じゃあここ真ん中に、はいはいはい。はい、さあ、それだけでございまして。あ、また藤本さんの横に美女が。いいじゃないか、そんなのね。それだけでございまして。美女が来たら藤本さんのテンションがね。引き立つってもんよ、引き立つってもんよ。引き立つのよ、私が言うことによって。じゃあ、はい。はい、お呼びしましょう。今日のゲストは女優の川島杏奈さんです。イエーイ、どうぞ。やったー。ね、ようこそお越しくださいました。自己紹介をお願いします。はい、劇団とっても便利の川島杏奈です。はい、よろしくお願いします。劇団とっても便利に所属されている川島杏奈さんでございます。もう今までもね、数々の舞台やら映画やらでね、活躍されててすごい、はい、あのしかも宮古島区出身っていう、うん、宮古島が生んだ美女です。いやいや、なるほど。前も一回京橋 TV 来させてもらって、ね、1年ぶりくらいです ね、うん、あね、ちょうどかなり前ですもん ね、 あれ、そうですね、4月くらいですよ ね、 ね、あの大メディアで入って、区長さんもね、その時はいて、もうかなり豪華な会談全然知らない、うん、藤本さんと出会ってなかったかもしれない。初めましてですね。そう、初めましてですね。いや、まだまだ若いんだもんね。今21です。21だもんね。なんでそんな落ち着いてるのか、本当すごいよ ね、 ね、なんでなんですかね、ちょっと老けすぎてますね。いや、老けてるってことじゃなくて、落ち着いて、性格がね、落ち着いてらっしゃる。あ、でんでんタウンさん、こんばんにゃって、こんばんにゃ、こんばんは。昨日お世話になりました、うん、はい、あ、ネオさんもゲスト登場で、コイスさんもパチパチって皆さん歓迎して、うん、そうですか。今ね、写真が出て、あら、でも、この写真っていつ頃撮られた写真ですか。これ一昨年なんで全然違いますね。ね、なんかすごいまた新たに大人っぽくなった、うん、大人っぽいね。ねえ、します。19です。19、10代、はい、キャー、怖い。はい、ちなみに1年間ぐらいで舞台とか何回も出られるんですか。そうですね、うん、舞台は3回くらい出ましたね。去年すごい、あの最後の上半期、はい、かなり忙しそうでしたよね。あ、そうね、上半期じゃない、下半期は間違いない
ね、去年は、はい、石丸幹二さんとかと舞台やらせてもらったり、うん、あらま、はい、前川清さんの舞台とか。前川清さんですよ、演歌、よく演歌歌手よね、はい、そうですね、すごいね、緊張しないの、そんな歌舞伎座なんか出てみたいわ一回俺。いや緊張しますよ、でも今日も緊張してますし、でもそういう大舞台で、うん、大舞台で活躍するから、うん、この落ち着き、なるほどね、あ、そういうこと ね、はい、花道とかこう、あ、花道はなかなかね歩けないんですよ。あー、そうなんですか。え、でもなんかリハーサルの時にちょっと恥ずかしまっていいですかみたいな感じでバーって歩いたりした。もうそんなんしたら、あ、そんなんレベル、そういうのは藤本さんみたいな下水人しかしないです。あ、しないの。俺やってみたい。花道で一回登場したら何の役でもいいから。声優としてもね、いろいろ活動中で、うん、はい、声優公演っていう舞台によく出させてもらってて、うん、はい、声優さんの後ろでこうピアノを弾くっていう。ピアノ弾けるの？そう、ピアニストなんです。すごいじゃないですか。ピアニストとしてもいろいろ、ね、美人でピアノも弾けて演劇もできちゃうんですよ。声優もできる、ね、声優もできちゃうんですよ。すごいじゃないですか、ねえ、だって、あ、ハイパーキッシーさん、新歌舞伎座の舞台めーちゃ面白かったよ。あ、そう、ね、キッシーさん来てくれたんですよ。前川清さんのやつですか？そうです。前川清さん優しかったですか？めっちゃ優しいです。めっちゃ優しい、やっぱそういう演歌の人って、うん、みんなすっごい物腰柔らかいよね。この場所であればあるほど、うん、みんなすごい優しい。そう、へー、うん、そうなんですね。そうですね。私ちょっと聞きたいのが、うん、昨年の11月末にその声優公演があったんですけども、はい、あの山寺浩一さん、山ちゃん、山ちゃんと共演されてて、山ちゃん、私、でもアーナちゃんと私2歳ぐらいしか変わらないんですよね。あの、はい、オハスタとか、あ、そうだ、ね、オハの人ですよね、うん、だからもう、山ちゃんって感じだったんですけども、あ、そうなの、山ちゃん、ちょっと、山ちゃんみたいな。山ちゃん俺ね、微妙に被ってないのよ。そんな微妙に、うん、微妙、ちょっと微妙に、別に知ってんなと思ってます。だいぶ上やと思って。山田かつてない CD とか出してたよね、昔ね。山田かつてない CD って知らん？山田かつてない、ごめん、俺はそこの世代だから、うん、ごめんね、はいはい、OK です。どうでしたか、山ちゃん。うわ、もうめっちゃいい人です。え、何、あや寺田さんから松方弘君にお釈された21歳、そうなの？はい、この間もう大物に約束されたみたいなもんじゃないですか、すごいですね。すごい、カジキの話とかされて、された？マグロの話を、マグロの話、釣りの話を、うん、君ぐらいのね、マグロならね、いくらでも釣ったことあるんだよ、僕みたいな。そんな話とかしてんじゃないの？もうすごい熱く語ってはりました。あ、そうなの、やっぱマグロめっちゃ好きなんや。釣りが好きですね。うわ、マグロ話すんねや、聞きたいわ。この距離でこうお話しさせてもらって、うん、え、どんなこと言うのそれ。え、どんなことって、マグロはねみたいな。いや、もうそうですね、釣りに関してはすごいもう、あ、そうなの、熱くなってます。へぇ、釣り結構、じゃあプライベートでも行かれるってことですか、釣り。そうですね、そうみたいな、休みの日は。え、だって知らんの、松方弘樹一回特番でやってたやん、カジキマグロ超でっかいっつって。知ってる、カジキマグロっつったらめっちゃ大きい、最後かなり頭バッと叩いて殺すね。そうなんですね。なんか一時ね、うん、マグロ釣りブームみたいななかったですか、テレビで。ないです、そんなものはないです、はい、マグロ釣りブームなんて。キートミーさん、こんばんは、今日のゲストはまた偉い美人さん。そうなんですよ、ありがとうございますね、はい、やっぱなんかね、テンションが変わる ね、うん、いいじゃないですか。今後もぜひね、一度二度と言わずに何回もね、ぜひぜひ、忙しいので、お時間あるときは、うん、すごい、ね、だってこういうさ、そういう大物の人たちとお酌するような人がね、気軽に来てくれる番組ってね、なかなかないでしょ。もう地元なんで、うん、いつでも来たいんですけどね。地元フレンドと言えば、うん、なかなかお酒も強い。あ、そうなんですか、飲めそう。どこ証拠ですか。飲めそう。いろいろブログとか見ると、八海さんとか普通に若のりおさんとね、21歳にして、焼酎とかそんな日本酒の美味しさを知ってるのかしら。いや、日本酒大好き。日本酒大好きなの。酔わないんですか。いや、酔うんですけども、うん、酔ってる自分が好き。もういいって。何、いい感じに酔える人ですか。私は悪い感じに酔っちゃうんですよ。ちょっとトイレ、悪い感じ、どんなか、あ、トイレこもんの。そうそう、だからもう酔って、うん、体がもうギブしちゃうんですよ。ギブって何。あ、そういうことね。体が耐えれなくなるんで、うん、トイレっていう。え、どんくらい毎日飲むんですか。いや、全然毎日飲まないんです。もう外に出て、うん、皆さんと飲むときにしかほとんど飲まないですけど。そうですか。でも強い。日本酒は何が今最近は好きですか。最近はやっぱり八海山が好きです。八海山、獺祭って知ってる。獺祭、名前も美味しい。獺祭美味しいよね。この後行くわ俺ら。いっぱい行きます。はい、ねえ、はい、相変わらず京橋 TV はゲストの質が高いですな。オタク富士さんからです。ありがとうございます。ネオさん、ゲームフィッシングは最後まで一人で戦います。あ、そうなの。ゲームフィッシングって何？ゲームフィッシング、あのキャッチアンドリリースするやつか、違うんかな、うん、ああ、なるほど ね、はい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 、さば、うん、かないってことね。俺さ、あれわかんないね、あのキャッチアンドリリースするやつ。
イリースな釣んないと思う。あでも友達で一人います。めちゃくちゃ釣り好きで、うん、もう絶対毎週行ってる子やけど、うん、魚嫌いなんですよ。食べるのが。なんでなの。食べるのが嫌いなんですね。はい、もうこれ日本酒じゃないですからね。釣りが大好きなんです、はいはい、釣りが大好き、明らかに日本さっきの流れやと完全にお酒かなと思うんですけど、ね、うん、そうですね。ネオさん、カジキに戦場で暴れられるとシャレになりません。そうなんだよね、先が尖ってるからね、すげえ怖いらしいよ。うん、あ危ない、刀みたいになってますから。クロコラブさん、江戸が808丁。そう、私もそれ読んでたんですけどちょっとね分からなかった。言うけど何は八百八八橋言うくらい。あ、そうだね。なんかね、あの昔難波とか大阪のあの、まあ、いっぱい橋があるからね。うんうん、あそこら辺をこうずっとこう遊覧船じゃないけど、こうボートで回っていく、そうだと今でもやってんじゃないかな。うん、あるんですよ。うん、いろんな橋があるんですよ。あの要は高速道路とかの下になってるから、みんな知らないだけでいっぱい橋なんだよ。大阪って。大阪で津波来たらあれだぜ、あのもう水攻めみたいになっちゃうんだね。だって梅田って埋め立てられてるから梅田って言うんでしょ、うん、テーブルだって、みたいですっていう話を聞きました。オタク富士さん、相変わらず京橋 TV はゲストの質が高いですな。さっき読んだ、さっき読んだ、含まれてますよ。藤本さんを除いてって書いてある。へ、藤本さんを除いてか。ナンナちゃんは南とかよく行くんですか。南全然行かないです。あ、そうなんですか。行くとしたら、うん、北か梅田か、そうですね、京橋宮古島区ってなるとね、うん、そうですね、だからもうチャリンコで京橋出て、うん、ダイエー行って、うん、ドムドム行って、うん、もうそのパターン。ドムドム行く。やっぱ高校時代と学生時代もダイエーが、ダイエーずっと行ってました。たまりは、ね、ダイエーね、ちょっとダイエー行こうみたいな、うん、プリクラ撮って。宮内さんだっけな、ダイエーの創業者。へー、知らない。あの知らない。知らないです。戦争行って人肉食ったことあるっつって言って、それですっごいバッシング受けてた人。あ、知らない。ね、ありましたよね、そんなことね。すごい、どんどん脱線しますね。なんでダイエーの話したらそれ思い出すから。ダイエーもね、なんかすごい雰囲気、昔の雰囲気残ってますよね。ドムドムとか、そう、なんかそんな見ないですもん、うん、ブティックがあったり、かと思えば若い子の服もあったりして、ね、楽しい。で、スタバもあったりとか、ね、スタバも最近できましたね。昔ながらのコーヒーショップもあったり、喫茶、あの上に、あのミスドとかの上にあるんやん。そう、喫茶って書いてて、あ、なんかこういうとこ行ってみたいなって思いながらまだ行けてないんですけども、あ、そうですか。ちなみにあれなんですか、あのいつもプライベートは、プライベート、うん、もうオフの日は引きこもってます。あ、飲みに行ったりしないんですね。しんどいからないんですね、行かないですね。あ、そうですか。体力を残しとかないと。じゃあさっき、またね、ぜひへそさんに皆さんでぜひね、行きましょう、立ち飲み、ベロベロに酔っ払うまで飲むっていう京橋 TV、 いいですね。あ、いいじゃないですか。飲みて、そんなんとかもね、行きましょう。ネオさん、どこへ行くのかこの話、本当そう思います。同感です。いろいろ知らない知識が、はい、勉強になりますけどね。そうですね。じゃあせっかく今日来ていただいたんで、何か告知とかがあればぜひ教えてください。はい、うん、はい、今年の初夏に、うずまさライムライトっていう映画が公開されます。うずまさライムライト、うん、どういう映画なんですか。うずまさの時代劇俳優さ ん、あの藤本康って書いてますか、これ消してもらえますか。なんか、ごめんなさい、何もない。はい、時代劇のね、はい、はいはい、うずまさの時代劇俳優さんにスポット当てたような映画で、うん、で、主演が福本清三さんっていうキラレ役の第一人者で、キラレ役の第一人者、キラレるのも、あれ、キラレる方が難しいってもんね。そうなんですよ、難しいですよね、うん、うまく切られないと、切った方が、あ、今出てますね、自然な感じで、うん、そうそうそう。え、ちなみにアンナちゃんはキラレ役ですか。私は違います。私は小料理屋の娘役。小料理屋の娘役ですか。似合いそう、着物とか似合いそう、ハッピー着て。あ、そうなんですか。ハッピーなんですよ。で、お母さんが萬田久子さんなんです。お、萬田久子さん、すごいじゃないですか。すテンション上がるわ。萬田久子さんなんだ。はい、そうです。面白いね、すごいね。渦巻さんっていうの京都にあるね、有名な映画村で、うん、はい、一番その、あの要は いろんな有名人の方とお会いしてると思うんですけど、まあ、ここから興味本位なんですけど、はい、この人むっちゃ優しいわって人、一番この人好きやわって人いる誰か。私個人的に好きな人なんですけど、うん、若本のりおさん。若本のりお、八海さん。八海さん。した。あ、なるほどね。アナゴさんの声の人です。あ、フグタ、アナゴさん、フグタくんですね。本当だ、似てる。似てる。うん。ってやつ。スマソウさん、そうそう。ね、ええ、含まれてるんですか。あの人めっちゃいい人なんですよ。大好きなんですよ。どういう人なんですか。じゃあ藤本さん、アンナさんにキラレ役やってもらいましょう。下小路、なんなんその振り。なんなんその振り。多分やっても放送できるのか。今度日本酒飲みながらやってみますか、うん、スペシャル。やってみましょうよ、ぜひね。なんか飲み比べとか。いいよ、だから今度、
今度アンナちゃん来た時に僕じゃあもう普通にあれ持ってきますよ、獺祭を。獺祭、山口県の獺祭って言って有名なねお酒がありまして、私一の蔵持ってきます、宮城の。あ、お前ですか。じゃあみんなでね、いいですね、いいですね、やりましょうか、そんなのね。楽しくなってきましたね。宮城の、今の方がちょっとミッキー入ってます、ね、そうですか。みたいな、あのあれ大マイキーみたいな感じじゃない。何あ、なんもないです、はい。そういうわけでございまして、ジェネレーションを感じるようなこと言わないでください。そうですか。えってなります、ね。ちなみにその若本さんはどういったところが好きなんですか。若本さんは、うん、もう声が好きなんですね、まず。声がね、渋いからね。うん、なんかいつも笑顔なイメージがあります、若本さんって。結構そうでもないです。あ、そうなんですか。はい、なんか何考えてはるんやろうって思うんですけど、うん、こう喋ってこう、私日本酒好きなんですって言ったら、うん、おい飲めよみたいな。あ、オラオラ系出してくれ、オラオラ系。アンナちゃん飲みなよとか言って、うわいいね、なんかね言われたいわ、今日空いてるとか言われてね、うん、いいじゃないか。ぜひそういうのもね、やってみたいですね。はい、もう少し画面をメインに振ってくださいって、ちょっと僕本当にちょっと切れそうなんですけど、どうなんですかこれ。ひどい扱いですよ本当に。もうその前ももう画面左3分の1をカットしてもらっても構いませんよ、うん、もう本当そんなばっか来るんです僕の場合はね。いじりが、そうなんです。ちなみに何かこうね、今回の撮影したあの映画について何か裏話とかあれば教えてください。裏話ですか、うん、あ、言っていいかな。大変だったこととか教えてください。大変だったことですか、うん、私の出番が、うん、そのクランクアップの最後の日やったんですよ、うん、ああそうなんだ、うん、その3シーンやったんですけど私のシーンが、うんうん、そのクランクアップのその最後の日の、しかも最後の、うん、あの最後の撮影シーンやったんですよ、うん、だからもう全部最後で、それまでに本当やることがなくて、うん、見守る、もうそうです、何回かそう撮影現場に行って、うん、その撮影現場の空気を吸って、うん、で忘れないようにしないと、うんうん、あ、なるほどね、なるほどね、場違いな感じくるとね、そうですね、空気読めてない感じになるからね、うん、なるほどね。時間が空くと大変なんですね、それもそれで。そうですね。あ、結構時間ってどうなんですか、待つんですか。いや、そんなこともないです、ね、あ、そんなことないんだ、はい、なんか撮影期間が短かったんで、うん、3週間くらいやったんで、もう3週間って短いの。短いですね、うん、短いの、うん、なんで知ってんの。え、なんかいつもすごい長いイメージあります、撮影とか。あ、そうなんだ、その映画によりきりです、ね、うん、あ、なるほど。ちなみにあれなんですか、うずまさですから、うずまさで撮ったんですか。そうです、京都の。あ、そうなんですか。東映 の、 あの映画村で撮ったり。あ、そうですか、はい、お、小村さん落ち込んでた藤本さんどこ行ったの。そうなんです。テンションが上がってきました。お腹大丈夫ですか。うるさいな、もう大丈夫です。大丈夫ですよ、本当に大丈夫です。ありがとうございます。うわ、ほら、あーって言った、もう余計なことやらない。どんどんそうしたら今のは藤本さんが悪いの。あ、もうまた絶対後で言われるわ。今のは藤本さんは京橋 TV で画面からの切られ役ということで、まあいいですよ、もうね。うまい。なるほどね。あ、そういうこと、あ、そういうことね。なるほどね。おたこ藤さん。はい、分かりました。はい、じゃあ、まあ、ぜひね、また頑張ってください、はい、うん。女優さんならではの質問したいんですけど、台本とかって覚えるの大変じゃないですか。何や、その質問。いや、なんかね、私文章とか覚えるのすごい苦手なんですよ。だから、アドバイスもらえたらな。もう読み込むしかないですね、はい、もう読み込むってなったらずっと何時間もやる感じですか。そうですね、もう毎晩読んだり、うん、あと自分の声を録音してこう聞きながらとかですね。あ、なるほど。あ、そんなんもやるんや。やったりしますね、もう。 あんまりにも覚えられない時は。でも撮影入るまでにももう下積みというかずっと入れて、そうですね、撮影前にはもう頭に入れとかないと、うん、あれって結構まるまるそのまんま言わない、セリフを言わないとやっぱりカットされたりするんですか。あ、そんなこともないです。結構アドリブ入れはる方も入れますし、でも私なんかはもう丸々読まないと。やっぱりね、全部全体読まないと ね、 そうですね、 なんかね。ちなみにとっても便利という劇団に所属してらっしゃるということなんですけども、はい、劇団の方の公演とかはないんですか。今はね、もう映画の方に集中してて、うん、その劇団も制作してるんですよ、その映画に、ね、あ、そういうことなんですね。なるほどなるほど、なるほど。舞台の方は本来ミュージカル劇団なんですけど、うん、あ、そうなの。そうなんですよ、京都の京大のサークルからできたミュージカル劇団なんです。へー、あ、そうなんです。じゃあ歌を歌うの。サークルからできた。そうなんです、みんな歌ったり踊ったり盾やったりとかできるんですけど。そう、盾もできるんですよ、あんなちゃん。盾もできるんですか。あ、はい、今どう反応していいか分かりませんでしたけど、ね、ちょ、完全にこっち向いてるじゃないですか、ね、ちょ待って、こっち完全に向いてますよね、これどうなんですか、これひどい話ですね、本当にもう、はい、はい、あんなちゃん、隣切り捨てていいよ。何でもうね、これはでも藤本さん、仕方ないと思いますよ、さっきの一言。なんでやねん、もう、ね、はい、そういうわけでございまして、はい、ね、またじゃあぜひね、はい、映画の方もぜひ見てください、はい、ぜひぜひ、はい。
映画は会場とかは限られてたりするんですか？一応全国公開のつもりです。うんつもり、あ、まだ、まだ詳細は決めてないので、まだ分からない。はい。そういう詳細はブログなど、そうですね。はい、ブログ、ツイッターなど、アメブロやってるのでぜひ見てください。はい、あのアンナちゃんのオフショットがいっぱい載ってるアメブロ、はい、そうですね。ぜひぜひオフィシャルブログ、こちらの方も、見てください。はい、はい、お願いします。以上でよろしいでしょうかね。はい、じゃあ最後にファンの皆さんに、ね、そうですね、一言、うん、はい、これからも恥ずかしいですね、なんかね、一気少女になんかね、微妙にね、こうね、緊張するな。いやみんなアンナちゃん大好きやから、うん、いや、はい、コメントもらえたら喜ぶと思うんでぜひ。あ、本当ですか。はい、いやもうこれからも宮古島とか京橋とかちょくちょく帰ってきてるので見かけたら声かけてください。よっ最後の笑いはないよね。そうですね、ではアンナちゃんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。いややっぱすごいね、うん、女優、多分女優さんならではの、うん、はい、最後でございまして、いい、じゃちょっとね、ぜひちょっとこちらの京橋 TV の方の告知もしましょうよ。はい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 、じゃあまずでは、はいはい、そう、告知がね、京橋 TV いっぱいあるんです、うん、じゃあまずね、もう以前からもお願いしております、はい、レディ4からいきましょうか。レディ4からお願いします。もう20何日ですか、2月の24日かなんかで終わっちゃないかな、ね、うん、あと21、あと20日です。だから23日まで、そうですね、23、そういうことですか、はい、はい、までございまして、うん、このレディ4もう何回も言ってるんですけども、まあ、皆様からぜひ番組を継続していくための資金を募っております。はい、その応援ご支援の仕方はですね、京橋 TV の Facebook だったり、うん、京橋 TV 通信だったりホームページがありますので、そこからぜひぜひご支援をよろしくお願いします。今ねもうだいぶ皆さん協力してくださって、うん、なんと、はい、今で10万円、そうなんです、10万円の17名の方に、うん、はい、ご支援していただきまして、なんと10万円今達成しております。ここのね、片町カフェの店長、オーナーさんも、はい、今日ですかね、本日ご支援くださいまして、もありがとうございます。1万円もご支援くださいました。そんなにくれてるんですか、ありがとうございます。お金の値段ってちょっとあれですけど、ね、こんなにね、スペース貸していただいてるだけでも本当にありがたいのに、ありがとうございます、ね、もありがとうございます、亀井ちゃんもぜひ1万円をガスライト、ね、じゃあそんなこと言う藤本さんはぜひ、お、僕まだ10万円口余ってますからね。あれ藤本三席でしょ、え、あれなのね、こんだけめちゃくちゃソーシャルで叩かれて10万払わなあかんの。今日のソーシャルはもう自己責任ちゃいます、はい、あ、そうですか、あれは、ね、ゲストさんに対して失礼な、はい、ね、風紀トミーさん、川島アンナさん、いい色気でした、うん、確かに色気ある。映画女優として声優としてますますの繁盛、繁盛、繁栄、繁盛だね、繁盛を願っております。繁盛、繁盛、繁盛、あと32万円、メルボルンさん32万円、遠いね。この時期京都は寒くなかったですかって質問が来ております。寒い、寒い、寒いでね、そう、さっきの話してて今日寒いですねって言ってて、京都はもっと寒いですよ、雪降るかもしれんって言われてるからね、やだ、そうでございまして、藤本さん、大盤振る舞いしましょう。なんでやねんそんな金ないっちゅうねほんまに、もうスナップワークを用意してますから、はい、じゃあぜひ皆さんね、あと20何日でございますから、はい、ぜひ皆様からのご支援をお願いいたします。これね、42万円が目標額なんですけど、はい、今すごい17名も協力してくださってる方がいても、42万に達しないともう全部うん、ちょっと台無しになっちゃう、ね、だから逆に3万ぐらいボーンって俺入れてね、達成しなかったら達成しなかったで3万円払わなくていいわけでしょの味方ですか敵ですか、いや、分かんないけどそういうこともできるなとちょっと思っただけ、うん、もう本当に、はい、皆さんのね、うん、応援を無駄にしたくないので、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、でちょっとお願いが重なって申し訳ないんですが、ユーストリーム大賞というユーストリーム番組の、うん、大賞を決めるものがございまして、そちらにも参加させていただいております、ね、ね、エントリーナンバーは76番、76番、はい、でございますので、こちらもぜひ投票をお願いします。ツイッター、フェイスブック、ミクシー、ユーストアカウントから、うん、なので全部登録してると計4票、うん、投票できるんです。そうですね、だからぜひね、4票、他の番組にも投票できるし、他の番組に1票投票して残り3票を今日はしてみっていうことも、4票いいじゃないですか、そのもらいましょうけどね、4票欲張らない、そこは欲張らないでおこうかなと、ぜひね、皆さん投票期待しております。はい、でね、授賞式も東京であるので、ぜひ京橋の良さをもう日本中に
あの知っていただくチャンスでもあるかと思いますので。ちなみに受賞式ってどこでやるんですか。塩止め。塩止め。あ、実家帰れるじゃないですか。いやそうですけど、別に仕事で行きますから全然いいですけどね。あ、そっか、ちなみに行くとしても自腹だからね、行っとくけどね。はい、ぜひ、はい、ね、ちょっと京橋をバーンと盛り上げたいので、ね、こちらもよろしくお願いします。2日しかないんですね。そうなんです、これはかなり期限が迫っておりますので、はい、ぜひお願いします。はい、ネオさん、MC の不謹慎発言申し訳ありません。なんで謝るんですか、ネオさんが。僕ですけど、おかしな話でございますけども、はい、そういうわけでお願いします。あ、藤本さん、大金入れたらかっこいいって。入れるかい。あ、リスナップは破産覚悟で出血大サービスするそうです。なんでリスナップがいいの。おたくふじさん、出血もあの血が出るっていう出血で、うまいですね、今日すごい賭けが。え、だからそれぐらい体を張って大サービスするってことで。出血大サービスって普通いいじゃん。もう怖いこの人、本当にもう義務教育受けてんのかよ、本当に怖いな、マジで。すげえわこれマジで。よう生きてこれたな、お前マジで。もう嫌になっちゃう、本当にもうね。そうなんや。あ、一票すでに入れました、浮上さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ユースト本社は新橋裏側の汐留。あ、だからへそのさ、新橋店行けるよ。ほんまや、本店も行って、うん、本店も行って、で、京橋店も行っ て、あのちゃんとどっちも入れました。あ、ネオさん4票済み、ありがとうございますね。ぜひ皆様、ありがとうございます。ネオさん、全部入れていただいて、ありがとうございます。ユーストリームの本社ってあるんですね、こっちにね。うん、はい、そういうわけでございまして、こっち、まあ、日本にね。あ、うん、はい、そうですね、そういえばそうでしょ、びっくりした。確かに世界配信ですもんね、うん、これ。はい、それからもう一個いきましょう。はい、毎月やっております恒例のミュージックイズムがまた開催されます。やった。日にちは2月12日で、ゲストももう発表していいんですかね。はい、ゲストはたけしさん、たいすけさん、ウィークギアさん、ラックさんでございます。4組、まだ増えるかもやも、増えないかもやも。僕ね、ミュージックイズムをあんまりよく知らないんで教えてもらっていいですか。ミュージックイズムとはですね、はい、あの京橋にあるイズムというライブハウスの人と京橋 TV が協力して番組を作っております。うん、毎月1回。なんかすごかったの、布袋寅泰さんのユーストリーム番組の次ぐらいにランクインしてたよね、アクセス数で。すごくない？ありがとうございます。ま、そう、第1回目はね、すごい視聴者数で、ユーストリーム番組の中ではかなりの上位で。そうでしょ、松竹のね、後ろシティさんっていう、ね、芸人、今売り出し中の芸人のよりも買ってましたからね、アクセス数が。これすごいじゃないですか。ね、はい、ぜひこちらも要チェックでお願いいたします。あの、ちなみに番組内容的には音楽番組なんですかね、ずっと。そうです、音楽番組です。ライブハウスでやるの。そうなんです、ライブハウスで、うん、以前まではお客さんを入れずにやって、うん、配信だけだったんですけど、前回からお客さんも入場可となりましたので。そうですか。可能ですので、はい、ライブを楽しんでもいただけるので、格安でね。もう一回何日になるか教えてください。2月の12日でございます。12日、バレンタインも近いね。はい、2日後。ん、なんか意味深ですね。いや、何もないです。はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします。こんな感じね、トークあり生ライブありでございます、うん、ボリューム満点なので、はい、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。ユーストリームアジア本社というのが正確ですね。あ、ユーストリームアジア本社がこの日本にあるんですか。そうなんです。あ、そうですか。いろいろ過去の写真もいっぱい出てきてる。そう、今までもね、うん、数々の出演者さんありがとうございます。え、アンナちゃんこれ出たことあるの。ないの。ミュージックイズム出たことないんだ。ね、まあ、でもピアノとかでも出ようと思えば出れるもんね。いいんですか。あ、全然キーボードになるかもしれないですね。でもピアノが、ね、グランドピアノとかね、なかなかね、用意できませんから。ライブハウスなので、はい、ぜひそちらの。これは話がポンポン進むかもしれない。いいこと言ったんじゃない俺もしかして。ね、今の挽回。挽回した？え、ね。はい、はい、そういうわけでございまして、うん、以上が告知でございます。はい、はい、では、うん、今日もこういったところでね、1時間早かったでございますけど、まだ6分あるけどね、うん、はい、どうでした、美女ゲスト、2回連続も可愛い子が来て。今ね、実はあのミュージック、あ、その京橋 TV のページの中にで美人図鑑ってあるんですけども、うん、はい、ここを今後もっと強化していこうという風な、ね、今日もね、始まる前からずっとニヤニヤして、はい、いいじゃないですか。だから京橋のその可愛い女の子たちをいっぱい紹介することによって、うんうんうん、やっぱり可愛い女の子が来るところに男は集まりますから、男をいっぱい動員しようと。それでね、京橋のイメージも、うん、そうね、やっぱ京橋って言ったら立ち飲みってイメージがあったりとか、うんうんうん、やっぱそういうちょっと汚いじゃないですけども、そういうところあるじゃないですか。あの、年齢層が高いイメージがありますよね。そうそうそう、やっぱりこういう可愛い子もいるぞと、顔やめぶりだぞと、はい、そういうところをいっぱい、タオヤメぶりって意味わかってる？うん、まあ、わかんない。マスラオとタオヤメって知らん？ん？マスラオって言わない？マスラオ？マスラオ。
まあ、あとちゃんと調べておいてください。はい、そういうわけでございまして、タオヤメのね、女の子でね、女性、日本女性らしい、質実貢献ですよ。ね、そんな、女性を今後とも京橋 TV ではご紹介していこうと思っております。はい、はい、よろしくね。これもね、はい、どんどんプロジェクト、うん、あ、そうでね、コーナーもいろいろ増えるので、うん、なかなか京橋に密着したコーナーが、あ、そうなんですか。そう、新コーナーができそうなので、これはまだちょっと、あ、まだいないんですね。はい、はい、でもう近々です。もう今月には、うん、発表されると今出てますね。そうそうそう、はい、森本奈々さんも早速ランクイン、ね、亀井ちゃんは出ないんですか。これ亀井ちゃん別に美女じゃないんです。ここはいいでしょ、触れなくて。わかりました、はい、アンナちゃんなんかもう早速、うん、そうですね、アンナちゃんから許可もらいましたので、はい、また載せさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、あ、イズムさん、イズムさんでる小村さん、よくご存知で、イズムは新しくなって広くなったのでグランドピアノ入りますよね。そう、イズムさんね、最近去年移転して、うん、すごく広くなったんですよ、キャパが。あ、グランドピアノもあるんですか。グランドピアノはないけども、だから広くなったから入れる、うん、あ、入るんじゃないかという話ですね。すごい綺麗になって、はい、バーもね、ライブハウスっぽくなくてカフェっぽい、うん。一回でもさ、この番組で今ね、フレンズっていうね、梅田なんだけど、このね、うん、バーがあって、そこ、うん、1日店長とかできるんだよ、みんなで。へえ。だからそういうところに一回ちょっと京橋 TV でバーやろうぜ。楽しそうやけど、それでも梅田でやったらちょっと意味わからなくなりません？京橋なのになんで梅田で。まあちょっとまあね、そこがちょっと会議します。出張です。だからでも一枚の、あ、でも梅田に京橋の魅力を伝えに行こうっていう、まあね、でもそういうファンミーティングじゃないですけど、どうですか、そういうのも出てみたら。ありがとう思います、はい、そういうのもいろいろと企画していきましょう。はい、はい、ぜひぜひ。そんなわけでございまして、以上、何か喋りたいことございますか。喋りたいこと、あ、エンディングが新しくな、そう、あ、エンディングが2月ですよ、もう。ええ、びっくりしません。いや、もう分かってますけど、はい、いや、早い。もうだって2014年になって1ヶ月経ったってことですよ。うん、そうだね、早い、1ヶ月、早いかな、ですね、うん。ということで、はい、はい、2月のエンディングも、はい、はい、変わりました。変わりました。何でしょうか、言ってください。皆さんご存知のファイヤーアローという、ファイヤーアローさん、若手のすごい今ぐんと急成長中のバンドの、はい、新名という新曲をエンディングテーマで決定いたしましたので、そちらもぜひお楽しみください。ちなみに来週のゲストがファイヤーアローさん、はい、はい、でございまして、あ、そう、ちなみに来週のゲスト、うん、ファイヤーアローです。そうなんです、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。ファイヤーアローは3月にも、うん、ゲストで来ていただいたのと、 あ、ね、あと、うん、3月去年エンディングに、うん、はい、そうです、去年の、うんうん、ちょうどでもないけど約1年前、君の3人でしたっけ、3名、4人だったんですけど、1人ちょっとベースの方が、はい、抜けられて、今新しいベースの人が、あ、計4名ですね、はい、今日もう4名入ったら新生ファイヤーアロー、うん、結構なんかもう賑やかな感じになりそうですね。うん、で、その時は君のことをっていうちょっとゆったりした曲だったんですけども、はい、今回はガラッと変わってロックな曲なので、うん、ぜひエンディングも最後まで楽しんでいただけたらなと思います。はい、わかりました。はい、はい、そんなわけで、以上でよろしいでしょうか。京橋 TV は、逆によろしいですか。あ、僕は全然問題です。今日はもう早く帰って寝ます。体調が悪いみたいな、はい、体調が悪いね、本当にもうアンナちゃんが出た時だけ元気なの。本当に皆さんね、もう気をつけてください、はい、もうウイルス性の胃腸炎です。はい、それでございました。映らないように。はい、それでは、はい、では今日も1時間ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ソーシャルもすごいいっぱいくださって、はい、ありがとうございました。じゃあまた来週2月11日にお会いしましょう。あ、来週あなた出るんだっけ。来週は私じゃない。あ、そういうことでございました。はい、では、来週バイバーイ。バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。何ですか、ね。